ゴッホ最後の手紙は2017年のポーランドイキリスアメリカ合衆国のアニメ、電気、ドラマ映画。監督はドロタ・コビエラとヒューウェル・チマン。画家のフィンセント・ファン・ゴッホの生涯とその死を描いている。史上初の全編絵画の長編アニメーション映画である。ポーランド映画協会からの資金提供のほか、キックスターターのキャンペーンによる支援も受けた。 2008年当初は7分の短編映画として構想されていたが、画家でもあるコビエラが技法とファンゴッホの物語を学んだことにより、長編化が実現した。6万5000フレームに及ぶ、この映画は125人の画家で構成された。チームにより、ファンゴッホと同じ技法を用いて、キャンバス状に油絵で描かれ、制作された。プレミア上映は2017年のアヌシー。 国際アニメーション映画祭で行われた第30回ヨーロッパ映画象徴編アニメ映画賞を受賞し、また第90回アカデミー象徴編アニメ映画賞にもノミネートされている。監督のコビエラと脚本のウェルチマン、アルマン・ルーランのフランス語吹き替えを務めたピエール・ニネ。カッコ内は日本語吹き替え声優である。映画制作者たちはセルアニメーターではなく、 古典的な技術を持つ画家の起用を選択した。ウェルチマンはパーソナライズされたスタイルのアニメーターを避け、非常に純粋な油絵画家である人々を選んだと述べた。合計で20カ国以上から125人の画家の招集が計画されていたが、資金調達の難航によりスタッフの作業時間は短縮された。応募者は約5000人に及び、その多くは、 オンライン上の求人広告により興味を持ったものだった。制作はグリーンスクリーンで実際にキャストに演じさせて開始された。撮影終了後、各フレームはキャンバス上に投影され、画家たちがそれに合わせて描画した。キャストの撮影から絵画の完成までの全過程には4年を要し、ウェルチマン自身も我々はこの120年で最も遅い映画制作法を 発明したと振り返った。2018年1月28日までに全世界で約3020万ドルを売り上げている。アメリカ合衆国とカナダで合わせて約650万ドル、韓国で約290万ドル、イタリアで約150万ドル、中国で約1080万ドルに達している。ロッテントマトズでは125件のレビューで、 支持率は83%、平均点は7.1、10となっている。またメタクレティックでは21件のレビューで、過重平均値は62、100と示されている。ありがとうございます。